第29回全日本大学女子サッカー選手権大会は2020年12月24日から2021年1月6日にかけて兵庫県と東京都で開催された全日本大学女子サッカー選手権大会である。別称はインターカレッジ女子サッカー。日程は6年連続の年またぎ開催。大会のコンセプトは目の前の相手を今までの自分をこの状況を 突破しろ。という応援メッセージを込めた、突破しろ。新型コロナウイルス感染症対策のため、兵庫ラウンドを無観客で開催、東京ラウンドは人数を限定した上で、チーム関係者と保護者のみ、感染可能となった。また、北海道代表の札幌大学が、チーム事情により出場を辞退。大体チームの出場はないこととし、一回戦の対戦相手である。 静岡産業大学は不戦勝となった。大会出場において、解禁勝を続けていた大阪体育大学は、関西予選を兼ねた関西学生女子サッカー一部、周期リーグにおいて5位となり、記録が途絶えている。これにより、今大会時点で、解禁勝が継続しているのは、日本体育大学のみとなった。基本的に、大会実施年度の JFA サッカー競技規則に、 従う。参加チームによるノックアウト方式で3年連続で3位決定戦を行わない。その他の事項については女子大会部会において競技の上決定する。主な大会独自規定時間内で勝敗が決しない場合は PK 戦を行う。時間内で勝敗が決しない場合は延長戦20分を行う。延長戦でも勝敗が決しない場合は pk 戦を行う。SNS 企画としてノートで出場選手や大学サッカー経験者自ら記事を作成、投稿した。また、XF オンラインストアにて出場選手がデザイン作成に携わった記念タオルを販売している。YouTube のジュワットフェチャンネルでは出場チーム首相によるリモート対談が行われた。関東地域のチームが6連覇しているため、 出場枠は昨年と同じ振り分けとなった。太字数字はシード、太字チームは優勝経験校。車体字はシードチーム。なお、1回戦での同地域同士の対戦が避けられている。準々決勝大東文化大学、武聖泉大学静岡産業大学、武福岡大学東洋大学武提供、平成大学新潟大寮福祉大学武日本。 体育大学者退治は、兵庫ラウンドでのシードチーム。試合会場は、味の素フィールド西川岡。準決勝大東文化大学、V 静岡産業大学提供、平成大学 V 日本体育大学決勝戦、静岡産業大学 V 提供、平成大学フェアプレイ賞は、準決勝進出チームの中から選ばれる。上位を抜粋。全試合を、 YouTube のジュワットフェチャンネルにて、ライブ配信、ありがとうございます。